デビン・ヘスターは、フロリダ州、リビエラビーチ出身の元アメリカンフットボール、選手である。NFL のシカゴ・ベアーズ、アトランタ・ファルコンズ、シアトル・シー・ホークスに所属していた。現役時代は主に、リターナーとして活躍していた。1年目の2006年には、プロボールに選ばれるとともに第41回、スーパーボールでは、試合開始直後のキックオフリターンでタッチダウンを上げた。 マイアミ大学時代は足の速さを変われワイドレシーバー、コーナーバック、キックリターナーのポジションを務めた。また陸上選手としても活動しそう幅飛びで全米2位にランキングされたこともある。2006年度のドラフトにて二巡全体57位でシカゴベアーズに指名されて入団した。ワイドレシーバーでの登録であるがベアーズはヘスターを パントリターナーとして起用することを決めていた。2006年シーズン10月6日のアリゾナカージナルス戦で83ヤードのパントリターン TD を上げてチームを24から23の勝利に導いた。11月12日のニューヨークジャイアンツ戦では相手のフィールドゴールミスしたボールをキャッチし味方の援護を受けてそのまま反対側のエンドゾーンまで駆け抜け。 NFL 新記録体となる108ヤードリターン TD を決めた。12月11日のセントルイスラムズ戦では1試合で2つのリターン TD も記録。このシーズンはパントで3回、キックオフで2回、フィールドゴールミスで1回の計6回キックリターンタッチダウンの新記録を打ち立てた。このシーズンの活躍が認められ、プロボールにも選ばれている。インディアナポリスコルツとの 第41回スーパーボールでは試合開始最初のキックオフで92ヤードのリターン TD を上げた。2007年にはキックオフリターンとパントリターンで合計 6TD を上げた。これは NFL のシーズン記録となった。また4パントリターン TD も NFL 対記録であった。2010年第10週のミネソタバイキングス戦でキックオフリターン、パントリターンで大活躍を見せて NFC 週間 MVP、スペシャルチーム部門に選ばれた。第15週のミネソタバイキングス戦で64ヤードのパントリターン TD を上げて、NFL 記録となる14回目のリターン TD を上げるとともにキックオフリターンでも79ヤードのリターンを見せるなどの活躍で、チームの勝利に貢献、週間 MVP、スペシャルチーム部門に選ばれた。 2011年第6週のミネソタバイキングス戦で98ヤードのキックオフリターンタッチダウンを上げて NFC の週間 MVP スペシャルチーム部門に選ばれたその後10月の NFC スペシャルチーム部門月間 MVP にも選ばれている2014年シーズンからアトランタファルコンズ所属となる9月18日のタンパベイバッカニアーズ戦で パントリターンからの62ヤードタッチダウンを決め、NFL 史上最多となる20回目のリターンタッチダウンを記録した。2017年1月3日、シアトルシーホークスと契約した。経験なクリスチャンであり、聖書を遠征の時も持参している。2011年に発表されたトッププレイヤー2011で32位にランキングされた。ありがとうございます。